河野デジタル大臣は現在の健康保険証を2024年秋にも原則廃止しマイナンバーカードと一体化したマイナー保険証の利用に切り替えると発表しましたマイナ保険証は去年10月に本格的に運用を開始し医療機関などに設置された機械で本人確認ができるほか専用サイトで薬の処方履歴などが閲覧できます

マイナンバーカードを今年度末までにほぼすべての国民に行き渡らせることを目指しています。